よろしくお願いいたします。発表項目に先立ち一言申し上げたいと思います。15日の火曜日に最接近いたしました台風第7号によりまして民の方が負傷されたり、また住戸が被害を受けました。また道路、水道などのインフラ、学校、商店などの生活に関わる施設、事業所や農林水産施設など経済活動に関わる施設、文化財などさまざまな施設に被害も発生をしております。被災されました方々に心からお見舞いを申し上げます。京都におきましては、国、関西広域連合、市町村とも連携しながら、早期の災害復旧に向けて全力で取り組んでおります。すでに被災された中小企業者や農林漁業者などに対する相談窓口を16日に開設をいたしました。また、災害救助法が適用される地域では、災害対策緊急資金の融資も行っております。さらに、被災地への支援活動に対する助成制度も開始をいたしましたので、これらの対策につきましても、メディアの皆様からも周知をお願いいたしたいと思います。このほか、災害復旧事業など、必要な予算につきまして、9月議会への提案に向け、速やかな編成を指示したところでございます。今回の雨によりまして、地盤が不安定になっている箇所もございますので、府民の皆様には引き続きご注意いただきますようお願いを申し上げます。それでは発表項目の方に移らせていただきます。本日の発表項目、体験型の婚活イベントの開催についてです。京都府では結婚を希望する独身の方々の婚活を支援するため、京都婚活応援センターを運営し、出会いの場となる婚活イベントを開催しております。その中でも、令和3年度以降実施しておりますスポーツ観戦などを通じて親睦を深めていただく体験型の婚活イベントにつきましては、カップルの成立率も高くて好評でございます。この度今年度の体験型婚活イベントにつきまして開催内容と日程が決まりましたのでお知らせをいたします。今年度は昨年度も開催いたしましたスポーツ観戦や清水寺での婚活イベントに加えまして、表の中の丸2の京都丹後鉄道の丹後黒松号乗車と天橋立観光という観光と婚活をコラボした旅婚のイベントと、丸4ダルマ寺こと法輪寺での座禅体験を行っていただくイベント、丸5の国宝の伊予清水八幡宮で歴史文化に触れていただくイベントの3つの新しい企画と合わせて6回の体験型婚活イベントを開催いたします。このうち清水寺縁結びの集いと旅婚院天の橋立につきましては、明日8月15日土曜日から参加者の募集を開始いたします。その他のイベントの詳細につきましては後日改めてお知らせをさせていただきます。府内各地のさまざまな魅力に触れていただき、共通の体験をきっかけに参加者同士が自然に盛り上がって円滑なコミュニケーションが取れる縁結びの場となることを願っております。多くの府民の皆様に参加いただきますよう周知と、また合わせて当日の取材につきましてもよろしくお願いしたいと思っております。私からは以上です。よろしくお願いいたします。